YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今日は滋賀に来ています。これからラコリーナを見始まるというバームクーヘンとかが有名らしいです。1万にやってきました。すごいなんか自然豊かなとこですね。すごいいい匂いしますね。お菓子のバターとかかな。5400円。あれめっちゃでかい。8000円。ここにはもうバームクーヘンの作るとこあるし、生地を重ねていくのも同時にやってるわけですね。何本も同時にやったから、ジェリー。何の池でしょうね。なんかいそうですね。待って、音がするのはカエル。アメンボがいますね。水面を走って。フランスコロッケっていうのがあるんで食べてみたいと思います。思ったよりでかいですね。だから卵はだって入ってるでしょ。そうかそうか。赤こんにゃくですかね、これ。普通のこんにゃくとどう違うんでしょう。どう違うんでしょうね。熱々ですね、出来たてですからね。熱い。あ、うん。おいしい。こんにゃくの食感いいですね。雑穀も入ってるのかな。生どら焼き、いちご入ってます。いただきます。あんこの粒がしっかりしてて食べ応えあります。あんこの甘さがあるんで、いちごの甘さがない。最初に食べるべきでした。あ、そうなんや。はい、さっきのラコリーナを出まして、まあ、10分くらいの場所なんですけども、キヘイさん、こちらでお昼ご飯いただきました。郷土料理っていうことで、近江牛のローストビーフとか、和牛の冷しゃぶ、赤こんにゃく、長寿麩で小魚、甘辛く煮たやつ、美味しかった。エビが入ってた。野菜の煮物、その他。鯉はね、すごい癖ありましたね。肝のとこは美味しかったですね。なんでしょうね、あの独特の食感が。柔らかいっていうんですか、ほろほろ崩れるような柔らかさではなく、身が柔らかいっていう独特でしたね。好き嫌い分かれると思います。今から近江八幡散策ということでね。どこ行くんでしたっけ。河原ミュージアム。そう、入り口からすごいのがあるな。だるま、だるまさんが座っている姿に。昭和30年代頃まで使われてた、瓦が縦に埋め込まれて。入ってみる。瓦割ります。割れた。割れた。なんじゃこれ。この音ってどんな音。瓦の音。河原ミュージアムの中を見てきました。江戸時代より前ぐらいの河原ってやっぱりディティールがすごいですね。あの桃太郎のやつ、桃から子供が覗いてるっていう、あれどうやって掘ってるんでしょうね。職人さんが本業の合間に遊びで作ってたっていう河原人形っていうのが、なんか遊びとは思えないレベルの完成度ですごかったですね。エンタームの工場です。本社？工場じゃない、工場。近江兄弟社。これは誰でしょうね。名誉市民ウィリアム・メレル・コーディ。こちらは白雲館ですね。旧八幡東学校。
はい、ということで大見八幡を見て回ってきました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。